浅井長政は信長の大志に共感して協力を約し、信長は上洛に向けて大きな一歩。一丁手柄を立ててくるか。僕を頼ってね、秀吉。今日は目前、六角と三好を破り上洛を果たす。まずは観音寺城周辺の市場を落とせ。こら、かかってこい。私の帰郷を阻む者どもがまだこんなにも。大義は俺たちにある。邪魔する者は堂々打ち払って進むのみだ。義景様の下で磨いたこの腕、今こそ発揮せねば。任された。合点承知。と駅伝聞かせてもらう。地ならしはこの程度でよかろう。全軍観音寺城へ向けて進め。合点承知。おいらのね。いいよ。こりゃ足利義昭様ご帰郷を助けんがため、上杉謙信推参。よっ、こりゃおお、越後の竜が加勢してくれるとは。和田山城の守りは固いようだな。先に三つくり城を落として南より揺さぶるか。小次郎を落とすなんざ伊賀の忍びにとっちゃ造作もねえ。光秀、別動隊を率いて三つくり城を落とせ。分かった、任せてくれ。敵は義昭殿に戦力を集中させるつもりか。何としても守り抜かねばな。終わりの成り上がりが調子に乗りおって。やっちゃおうか。今日滑る三好の力思い知らせてくれる。この天下を支えてきたのは三好と六角。邪魔ら下船の輩の出る幕ではないわ。よく吠える犬は叩き伏せて黙らせるほかあるまい。おいらのね。いいよ。俺たちの術にかかりゃ縄文なんざあってねえようなもんだ。開門。任された。合点承知。何、おいらの出番。誰が城の門を開けたのだ。日は満ちたようだ。今こそ三つくり城を落とす。義昭様こそ正当なる将軍位の継承者。正しきを歪める者どもに鉄槌を下さん。敵衆か。城は渡さんぞ。どうやら織田勢も忍びを飼っているようだ。忍びには忍びを。大釜を出せ。なんだ、急に霧が。敵はそこか。何をする。俺は味方だぞ。妙だな、敵の仕掛けた術か。助かったようだな。皆大義褒めて使わすぞ。義昭様の御前に敵を寄せつけてはならん。上杉の兵をもって守りを固めよう。この辺
りにいる一番偉そうなやつを撃てばいいんだよな。行くぜ。甲賀者の仕業だったか。急ぎ義明殿を救わねばなるまい。まやかしとは誤釈だ。義明様をお守りせねば。任された。これで和田山城を攻めやすくなったな。まずは味方の援軍を呼ぼう。敵だ。よし、ぶっ飛ばす。滝川和正、ただいま着陣。これより信長様の城攻めに加わりますと。やっぱ強えな。降参だ降参。織田に下るからよろしくな。あっさり負けを認めたか。何者か知らんが捕らえておけ。三月のバカ、何を考えてやがる。仕方ねえ、任務は俺が片付けるか。開門。味方のこの援軍、あの忍びの仕業か。奴を撃ち、術を止めるのだ。俺は誰と戦っていたんだろう。六角、いや敵は織田だったか。こんにゃろめ。甲賀者の術が兵を惑わせているようだ。一刻も早く手を打たねばならんな。敵は観音寺城に迫る勢いか。三好と蒲生に進軍の合図を出せ。開門。敵は連携して迎え撃つ構えらしい。ならばこちらは二手に分かれて当たるか。我ら三好一党こそが乱世の覇者よ。織田も浅井も敵ではないわ。いいよ。俺は何を。さすが秀吉だ、要領がいいな。敵の戦意をくじくなら今が好機だ。三作城に織田の旗印を掲げ、見せつけよ。三作城に織田の旗印が立った。合点承知。あと夏は北から来るのではなかったのか。六角に蒲生あり、織田勢ごとき押し返してくれる。六角をしのぐと言われた蒲生もこの程度な。うんうん、いいよ。ならば義方も恐れるに足らんな。よし、この辺りの敵は倒したぜ。連中の結束も大したことねえな。三作城を奪還しろ。南に戦力を投入するのだ。開門。任された。光秀の企てに釣られて敵が出てきたな。この機を逃すな。和田山城を落とせ。奴らこの城を取り返したいんだろうが、そうはいかねえってな。いい調子みたいだ。引かせていただこう。そこまでだ。散らかし。和田山城は誰にも渡さん。どんなもんじゃ。悔しいが、ここまでか。卑怯者の三好や六角に都を任せられるかよ。これからは信長様の時代だ。あの人すごく張り切ってるみたいだけど大丈夫かな。はい、おしまい。軍師だって武働きしないとね。おっと、織田勢が攻勢に出たか。よし、
俺たちも続くぞ。遅れるなよ。あんなにはつらつとした顔をして、多分まっすぐな人なんだろうな。おとりであったか。だいぶ出遅れたが、この和田山城より敵を打ち払うぞ。任された。長政のやつ生意気な。門を開けよう。俺が返り討ちにしてやる。開門。和田山城は俺たちの手に落ちた。織田の旗印を掲げろ。合点承知。六角は何をしている。僕が忍びでも何でも使って敵を追い払わぬか。来たな六角。散らかすよ。みんなこの気を逃すな。カズー忍び会をやる。おいら出番だ。うまくやればお前の相棒の失態は目をつぶってやる。承知。この勢いのまま観音寺城までかけるぞ。よし、ほっ、へっ、ほっ、こんにゃろめ。うんうん、と、やっちまうぞ。我に組みする者は皆信長に向けて進軍せよ。よし、手柄はもらった。どりゃあ。親父の戦ぶりはやっぱすげえな。俺もこうしちゃいられねえぜ。敵将打ち取ったよ。噂通りの強さだな。それでこそ俺の親父だぜ。お前何か勘違いをしているらしいが。いい調子みたいだ。叶う相手ではなかったか。見事、さらに精進せよ。こんにゃろめ。もうどうにもならねえな。もうこいつも織田ごときに。私が打って出る。門を開けよ。開門。任された。調子みたいだ。耐えきれ、引かせてもらう。自らご活躍とは恐れ入りますな。うんうん、いいよ。観音寺城は我らが制した。もはや今日に達したも同然。時をあげよう。
おい、お前、戦場にいた甲賀忍びだよな。こんなとこで何してんだ。あんた、忍びの顔をいちいち覚えているのか。ちょっとでも気になったやつの顔は忘れねえよ。お前みたいのが仲間だったらと思ってさ。おっと、名乗ってなかったな。オイラは羽柴秀吉ってんだ。お前、名は？中村和氏。中村？オイラが生まれた村の名と同じか。これも何かの縁だ。オイラの仲間になってくれねえか。俺が？あんたの仲間に。ああ、お前みたいな優秀な奴が必要なんだ。一緒にでっかい夢を叶えようぜ。いいだろな。夢を叶える、武士らしくもない言葉だ。だが、そういうのも面白いかもな。わかりました。ならばこれからは主と呼ばせてもらいます。